旋回。はい、ということで今週もお別れの時間になりました。はい、はい、さっきのクイズの選択肢2問目ですけどね、はい、あこさんは全部やったことのある役ということで、はい、府長さんに、はい、定食屋のおかみさんに、はい、必殺仕事人ということなんですけれど、はいはい、川崎市の直さんがですね、うん、アッコさんのドラマのお話を聞いて思い出したのは、はい、バーディー大作戦です。あー、そうですね、丹波哲郎さんとかと最初にベッドインしました、はい、洋服着たまんまですよ。丹波哲郎さんがなんか探偵局の局長ですよね。そうです、そうです、はいはいはい、ベッドインしたんですか。ベッド、私がね、ココとかなんとかっていう喫茶店のママさんかなんかやってましたね、はい、なんか、はい、ナナさんは、はい、その探偵局の1階にある、はい、ゲームセンターのマネージャー役がアッコさんで、そうだっけ、はい、他には谷隼人さんや松岡きっこさん、はい、あとアッコさんは警視庁の藤木優さん演じる警視庁の刑事と相思相愛みたいな役でしたよっていう。あ、そうでしたっけ、はい、はあ、ちょっと うろ覚えですね。だけど、はい、まあ、やっぱいろんなドラマ、丹波さんは本当にアッコと最初に寝たのは俺なんだよって昔生前よくおっしゃってましたね。ベッドインのシーンは、ベッドインってあ洋服着てですよ、着て転がり込んでくんですよ。なんかなんとなくコメディータッチな感じで、そうですそうですそうです、やめてよみたいな感じで、はいはいはい、まあ考えたらいろんなドラマとか主役主演もやらせていただきました。そうです、私本当にね、10月で50周年ですけど、まあもちろん自分の努力もすごいことですけど、はい、いやでもみんなに本当助けられて感謝しております。だから、ね、与えられた仕事は人の評価ですけど、一生懸命頑張ってやっていきたいなと、で今日は今日で終わりましたけど、これから八王子行って悪徳その理事長やった後は明日爽やかなお顔でアコにお任せを頑張りたいと思っております。よ、理事長、はい、はい、それじゃあ皆さんね、気温差がありますので体調にはくれぐれも気をつけて、ね、楽しい週末をお過ごしください。和田アキ子でした。日本放送柿原忠でした。じゃあ来週までお元気で、さよなら。